痩せるためにコレステロールゼロばかり気にしていませんか？実はコレステロールゼロにこだわりすぎるのは危険なんです。この動画をご覧いただきますと、健康的で綺麗に痩せるためのコレステロールの取り方がわかるんですよ。では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントです。コレステロールがゼロになるのは危険なんですね。それはなぜかというこの理由について今からお伝えしていきます。そもそもそのコレステロールがないと私たちはですね、生きていけないんですよね。それはなぜか、こちらです。細胞膜を作る材料であったり、私たちのような女性のですね、ホルモンを作ってくれるその材料がコレステロールなんですね。ものすごく大切なんです。でまたそのコレステロール値が極端に低くなってしまうと、あなたの免疫力までガクンと下がってしまうんですよ。それはやはり大変なことになってしまうわけです。そのウイルスにかかりやすい体になってしまうわけなんですよね。でまたもう一つ、実はこう精神的なこう安定感にもすごく左右するので、コレステロール値があまりにも低いと情緒が不安定になって、精神的にも辛くなってしまう原因にもなるんです。ただ逆にコレステロール値がそのあまりにも高すぎても良くないんですよね。高脂血症などの原因、要はその成人病のリスクになる可能性もありますから、大切なのはそのコレステロール値のバランスということなんです。ではここで具体的にどのようにそのコレステロール値をバランスよく保つことができるのかという方法についてお伝えしていきますね。それは腸内環境を整える食事をとることなんです。もうこれにつきます。そうすればあなたのコレステロール値は高すぎても低すぎてもこういけないわけですから、その基本となるのがやはりこの和食中心、腸内環境を整える食べ物なんですよね。ですからあなたの腸内いる痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む食品、発酵食品をまずはたくさん摂りましょう。納豆、味噌汁、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなどですよね。でここで増やしたその善玉菌が今度喜ぶ餌となるものを摂る必要があるんです。なので次のステップは水溶性食物繊維、ネバネバ食品ですよね。海藻であったり、オクラ、山芋などなど、こういったものをしっかりとって、その増やした善玉菌を元気にしてあげること。でまたそういったものがよく動くように、オリゴ糖を含むような、玉ねぎであったり蜂蜜とかですね。でまた青魚の油ですとか甘煮油ですとか、そういった良質の油を取ってあげることが、結果あなたの腸内環境が整ってコレステロール値もバランスよく保つことができる、健康的になれるってことなんですよね。さあ今回の動画のまとめです。コレステロール値は高すぎても低すぎてもよくありません。バランス、注意を保つことが大事。そのためにはあなたの腸内環境を整える食事をとることが大事というお話でした。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルは様々な腸活の方法をお伝えすることで、女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいて、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。